はい、どうも高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで本日はフレースベルグ攻略をやっていきたいと思います。まあとりあえずはこの1回だけでもなんとか突破して最低限こちらの報酬をもらいたいっていうのがやっぱりあると思うんですよね。僕今回新キャラ使わずのサリエルをメインに置いたパーティーでやっていこうと思うんですけど、まあ、サリエルを置いての強撃は絶対必要じゃないですか。それ以外にリドシエル・マーガレットで割とこうデバフ解除したり、あとバフつけてったりで、タルミエルはもう全体のあれですよね、ダメージソースを減らしていく、でエリザベスでどんどん回復していくっていう天使族を主軸にしたパーティーでやっていこうと思います。ちなみにですけど情報局で言ってたみたいなアーティファクトはないんで特に回復はできないんで、エリザベスでガンガン回復していくっていう感じですかね。ということでレッツゴーセル。はい、まずやっぱりポイントはいかにしてサリエルの攻撃札を4フェーズ目に3つ持ってけるかっていうのが重要なんで、それまでは割と、ただ残しておいてほしいのはやっぱりエリザベスのこのヒーリンググレイ、この回復をちゃんと使っていきたいんで、それ以外はまあまあまあいらない札を切っていくっていう感じですかね。意外とこいつの必殺そんなに痛くないんで、デバフ解除は必要ではあるんですけど、そんなすぐに必要ってほどでもないんで。はいはい、3ターン4ターン目までは本当もうこれの繰り返しです。なんかデバフつけられてちょっとやばいなってなったらデバフ解除したり回復したりで、ここのパーティーのいいところがこのエリザベスがいることでやっぱり必殺の頻度がめちゃめちゃ早いんですよね。なんで4ターン目まで結構早い段階でどん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 必殺貯めて敵を倒していけるんで、それは割といいところかな。何かしらで、これでエリザベスの必殺が溜まったんで、次必殺使って回復しつつみんなの必殺レベルを上げていく、必殺上げていく。いやー、なんでタルミエルの札ばっかこんな来んねん。さすがにこんないらんって。ちょい。まあ、まず必殺使って。で、相手必殺なんでね、まあ、ここはやってってもいいかな。はい、必殺がいっぱい溜まる。オッケー、もう一発オッケー。で、次のターンはこのターンも特に何もないんでさっきと同じような感じですね。今回はもうまずでも攻撃が全然来ないな。こうしてタルミエルの何かその行け、12万行ってこい、11万。これでねタルミエルで回復できるっていうのがまた一つでかい。なんでタルミエルの札ばっかくんの、マジで。ちょっと強撃来て。はい、一応今出血つけられたんでデバフ解除してタルミエルで打って、まだね回復そこまでいらんから、だったらよいしょ、エリザベスを貯めてあげると
みんなが必殺早く打てるんでね、ちょっと移動させたりして必殺貯めてってあげましょう。うん、オッケー、よしよしよし、はい、ナイス。ほい、これで3ターン目、3ターン目でこの右下のところ見ていただければわかるんですけど、パッシブスキルランダムでつくんですけど、今回が自分が敵を攻撃してクリティカルが発生するとその敵に2ターンの間防御関連能力が 40% 減少する。ほう、初めて。ここでまあまあどうしよっかな、ちょっとここら辺でブレスオブブレスは取っときたいんですよね。なんでかっていうと、あの最後のターンにやっぱり火力で一気に攻めていきたいんで、ブレスオブブレス一応取って銀とか金にできたらいいなっていうのが、え、ちょっとやばえ、強撃つかサリエルの札が1枚も来ないんだけど、全然なんで、何これ、ひどすぎん。とりあえずリドシ、タルミエル打ってこうして、あー、デバフ解除しとこうかな、デバフ解除して一発殴っとこう、ドーン、回復、お手伝いします、いや、はっ、え、本当に来ない。よし、やっと2枚目。キー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 、天下天下。まあどうしよっかな、必殺も打たれるし、一応もう倒しちゃってもう1枚攻撃札は何かしらのタイミングで来るだろうということを期待します。なんかそれぐらい緩くてもいける気がする。ほい、ドーン、ほい、これで2ターン3ターン目が終わりました。こっからがリアルに入らないんで、ダメージが、強撃札打って、よし、来た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 、こうしてまずブレスオブブレスしといて、こうして強撃打って、まだ必殺の回復ほどはいらない気がする。どうせ今必殺貯めても、ここの手札が圧縮されるだけなんで。うわ、全然食らわれ。攻撃は来ない。で、必ず強撃札でこのターンに毎ターン初めの3ターンはダメージを与え続けないと困ったことに、強撃、うん、回復でいくかな、うん、ちょっとずつでもいいから上げとかないとあかんので、で本当に必殺ですら全然食らわんのでここは耐えてってください。おお、巨撃3枚きた、これはでかい。エリザベス食らう、やべえ。でこのバカみたいな防御力のバフがなくなると、あのこっち側に回復無効のエターナルバフがつくので回復できないんですよ。こうしてブレスオブブレス一発打って、強撃だ、おい、回復浄化、やっぱダメか。よし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 、だいぶだいぶきた。これで必殺大して食らわん。これでエターナルバフの
回復無効がついちゃってるんで、こっから頑張って落とす。強撃以外はなかなか通りづらいけど頑張って落とす。よしよしよし、ナイスダメージ、いてこいからのもう一丁、いてこい、はい、素晴らしい。ちゅうことでね、この編成でも割と危なげなくいけたりします。この HP のまま次に行くんですけど、まあこれは次回ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。